アイティウスパックハウスを開いて喜ぶ、フィンランド人、カップル、2009年撮影。アイティウスパックハウス、または、アイティウスアブストスパックハウスは、フィンランドの生活保護組織ケラがフィンランドに住むか、フィンランドの生活保護システムに含まれる妊婦と、養父母に配られるパッケージ。アイティウスパックハウスの中身は、子供服やおむつ、布、シング、薄織のタオルなど子育ての必須品である。 ITU スパッカウスが初めて配られたのは1938年で、当時は収入の少ない親にブランケット、おむつ、ベビーベッドシート、そして子供服を作るための布を配った。1949年以降には、解任4ヶ月以前に医者か地方自治体の妊婦向けクリニックで診療を受けたことがあり、かつ、解任154日以上のすべての妊婦に配られている。 ITU s スパッカウスの内容はほぼ毎年更新される。1949年、フィンランド妊婦補助法により、解任4ヶ月以前に医者へ行ったことのあるすべての妊婦に同じパッケージが配られた。哺乳瓶がパッケージに追加されたが、後に母乳栄養促進のために除かれた。医者に行くという条件は、妊婦が出生前診断を受けることを保証するためだった。 ITU スパッカウスの箱はそのままベビーベッドにもなれる。妊婦は ITU スパッカウスか140ユーロの助成金を選ぶことができたが ITU スパッカウスの価値が140ユーロをはるかに上回るためフィンランドの妊婦の95%が ITU ィウスパッカウスを選んでいる。ITU スパッカウスの申請はケラのウェブサイトか申請書類を提出することで行える。 2013年時点の ITU スパッカウスの中身は、ボディースーツ、寝袋、外出用の服、入児用の入浴剤、おむつ、クリーム、シング、箱をベビーベッドに転用するためのマットレス、フード付きのバスタオル、爪切り、ヘアブラシ、歯ブラシ、モスリン、絵本、おしゃぶり、胸パッド、コンドームなどが含まれる。2017年の ITU スパッカウスの内容については、 出店を参照。アイティウス・パッカウスは商品ではなく、ケラはそれを売ることができない。2013年、イギリスの王族ケンブリッジ公ウィリアムとキャサリン夫婦は、ケラからお祝いとしてアイティウス・パッカウスを贈られた。スウェーデンの王族ビクトリアとベステリエートランド公ダニエル夫婦も2012年にアイティウス・パッカウスを贈られた。アイティウス・パッカウスの制作により、 出生前診断を受ける妊婦の人数が上昇、入児死亡率は下がった。アイティウスパッカウスは現代ではフィンランドの文化の一部であるとみなされている。2015年7月、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領の任期にアルゼンチン保健省が国田計画を発表、新生児の親に妊婦パックを送った。 計画の開始時点では14万4006日が送られた。スコットランド国民党の党首、ニコラ・スター・ジョンは2016年、スコットランド総選挙での公約で、スコットランドに同様の政策を実施すると約束した。選挙の結果は、スコットランド国民党が議席を微減しながら、政権を維持、試験として、クラック・マナンシャーとオークニー諸島で3、 過月間計画を実施した後、スコットランドは2017年夏から生まれた子供全員にベビーボックスを送ることとなった。2017年夏にはアメリカ合衆国のニュージャージー州がベビーボックス政策を施行、合衆国では初となった。ありがとうございます。